よっハンス、一緒に遊ばないか。あ、師匠、本当にオイラなんかでいいの？あ、どういうことだ。せっかくの休暇でしょ、好きな人のところに行った方がいいんじゃないかなって。俺はハンスと一緒にいる時が楽しくて好きなんだ。だったらこれでいいじゃないか。師匠、うおいら感動だよ。おいおい、大げさだな。そんなことないよ。だってあの日助けてもらってからずっとオイラの憧れだったんだから。憧れか。だったら俺よりももっと上を目指した方がいいんじゃないか。師匠。あ、どうしたハンス。師匠は自分を知らなすぎるよ。師匠はね、自分で思っているよりずっとすごい力を持ってるんだよ。それなのに。俺にはそんな力はないよ。ウォルフガングだってみんながいてくれたから倒せたんだし。それだよ。どうしてみんながついてきてくれたと思う？最初あれだけ反抗的だったシャロだって。ちょっと待ってハンス。ウィン様、ここでしたか。エリオット王がお呼びです。至急お戻りください。どうやら一大事らしいな。行くぞハンス。シャロ、どうかなされましたか、ウェイン隊長。休暇中だから隊長はやめようぜ。ウェインって呼んでくれよ。はあ、どんなご用でしょうか、ウェインさん。別にこれといったようじゃないんだけど、もしよかったら今日は一緒にどこか行かないか。ダメかな。いえ、ダメじゃありません。行きます、どこへでも行きます。そういえば弟がピエトロの手術が成功したんです。報告が遅れまして申し訳ありません。これも大ウェインさんのおかげです。俺は何もしていないよ。シャロの力だ。弟を救いたいって気持ちが強かったから実現したんだよ。そうでしょうか。そうだよ。それに俺の方がシャロに助けられたばっかりだしな。こんな私でお役に立てているなら光栄です。これからもよろしくな。ところで、そのお茶、いい香りだな。ローズヒップティーです。一口飲ませてくれよ。え？あ？酸っぱい！まあ、そんなに欲張って飲むからですよ。俺はコーヒーの方がいいや。コーヒーは子供の頃に一度飲んで嫌いになりました。それ以来飲んだこともありませんね。今でもダメなのか。今ならうまいと感じるかもよ。ほら、試しに飲んでみろ。味覚ってのは変わるもんだぞ。それじゃあ、入ってないんですか。この苦味がいいんじゃないか。やっぱり紅茶の方がいいです。どうした。なんでもないです。関節キスしちゃった。ウェイン様、ここでしたか。エリオト王がお呼びです。至急お戻りください。何かあったのでしょうか。急いで戻るぞ。
ゼロス。ん？どうした、メイン。ゼノスに傭兵ってやつを詳しく聞こうと思ってさ。いいかな。傭兵を詳しくってもな。別に難しく考えなくてもいいよ。ほら、ウォルフガングがあんなことしたからちょっと気になっちゃって。ウォルフガングか。確かに同じ傭兵としてはあいつの気持ちもわからねえでもない。傭兵ってのは争いを食い物にしているから、争いがなくなりゃただのごくつぶしだ。俺みたいに個人でやってるやつは用心棒をやったり剣闘士をやったりして食っていく。だけど傭兵団の形を取ったら仕事は限られる。大きな争いが必要ってことか。ああ。それに帰る家を持たないってのはやっぱり寂しいもんだぜ。ま、俺にはカレンがいるからよかったけどな。それで自分たちの居場所を作ろうとしたのか。奴らの気持ちもわかるけどよ。だからって戦争を仕掛けるのは間違ってる。やり方さえ間違えなきゃ結構いい奴だったんだからな。ところでよ、お前ってあいつに似てるな。え？そう、グローランサーと呼ばれるあいつによ。そんな、全然似てませんよ。俺が言っているのは外見とか性格とかじゃないぜ。他人に与える安心感だよな。こいつに任せときゃ大丈夫ってところがそっくりだぜ。そんなことないって。お、俺の言うことが信じられねえってのか。いや、そうは言ってないけどだったらいいじゃねえか。俺がお前を認めてるんだからよ。ウィン様、ここでしたか。エリオット王がお呼びです。至急お戻りください。なんだろう。さあな、とにかく急ごうぜ。あ、リビエラ。ちょうどよかった。私もあなたを探してたところだったの。俺を？え、いろいろと話したいことがあって。ほら、ちゃんと話したことってなかったじゃない。そうだな。例えば、あなたの味の好み。俺が好きなのは、ちょっと意外だな。素材の持ち味を生かした料理が好きなんだ。だからどうしても味付けは薄くなる。なるほどね。だけど作る方にとっちゃ手が抜けない相手だよね。わずかな風味の違いも感じ取られちゃうなんて。そこまでグルメじゃないさ。ところで、味の好みなんて聞いてどうするんだ。ひょっとして作ってくれる？そうね。ねえ、私が料理作ったら絶対に食べてくれる？俺のために作ってくれるっていうなら喜んで食べるよ。残さない？好き嫌いはないんだ。分かった、姉さんに習っておくわ。あ、で、え？ちょっと待て、それって。そういえばお前、今まで一度も調理当番したことなかった。だからこれから勉強するのよ。それより約束したからね、絶対に残さず食べてよ。今から尻に敷かれるとは。なんて？ウィン様、ここでしたか。エリオット王がお呼びです。至急お戻りください。何かあったのか。とにかく急いで戻るぞ。まあいいか。
ちょっといいですか。ん？どうしたんだ。あなたとお話でもしようと思いまして。今までゆっくり話す暇がなかったから。俺と？別に構わないが、面白くないぞ。ありのままのあなたと話したいんですよ。自分で話題を作るのは苦手なんだ。そっちから話題を振ってくれないか。何か聞きたいこととか。そうですね。あなたは大使をしてるんですよね。それじゃあ。いい国だと思う。エリオットも人々のために頑張ってるしな。人々も統制が取れているというか、みんな堅実だ。ただローランディアと比べると華やかさがないような気がする。そういう国民性なのかもしれないが。華やかさか。俺には今のままの方が合ってるが、ほとんどの人は賑やかな方を好むだろうからな。なるほど。マックスにもそう言ってみるか。他にはあるかい？一言で表すと、何でもある国って感じかな。弱点は危機感が薄いってことかな。危機感？ああ、何か起こっても誰かがやってくれるって考えてるみたいだ。結構厳しいですね、自分の国なのに。いや、自分の国だからかな。まあね。それでも以前よりはマシになったと思うよ。良くも悪くもベンツェルのおかげかな。他にはあるかい？1年前の痛手からまだ回復していない。一番混乱している国だろうな。やはりベンツェルの強行が。ああ、ウェーバー将軍が必死に取りまとめようとしているようだが、所詮彼は軍人であって政治家じゃない。政治的手腕を持った指導者が現れるので混乱は続くだろう。大変ですね。君はバーンシュタインの軍人っぽくないな。そうか、だからなのか。何がですか？君だからあの堅物のライエルの心を動かせた。礼を言うよ。それに君といると。ウェイン様、ここでしたか。エリオット王がお呼びです。地球を戻りください。何だろう。行けばわかるさ。急いで戻るぞ。はい。ライエルさん、この町で名を呼ぶのはやめてくれないか。すみません。で、何のこと？よかったら一緒に話でもしませんか。あ、それともすでに先約がありますか？いや、構わん。どうやって時間を潰そうかと思案していたところだ。すまんな。え？気を使わせてしまったな。そんな、俺もインペリアルナイトになるのが夢だったから。あなたとこうして話ができるだけで幸せです。よかったら当時の話を聞かせてくれませんか？当時か。なんだか随分と年を取ったような気がするな。あ、すみません。構わん。確かに今とは違う過去のことだからな。だが今でも鮮やかに思い出せる。そういえばお前も俺に言ったな。俺の剣が死んでいると。あの時はすみませんでした。謝ることはない。以前同じことを言われたこともある。もう4年も前になるか。その人物はもういない。守りきれなかった。まさかその人は。ああ、俺が一番最初に親友と呼べた人物だ。罪人となりあの森で暮らした1年は自責との戦いだった。だが2人目の親友は俺を責めなかった。
リーブス卿ですね。お前に親友と呼べる者は何人いる？難しいですね。自分では親友だと思っていても、相手がどう思っているか。確かにな。それなら俺にも二人いる。一人はグローランサーと呼ばれる旧姓の騎士。奴がどう思っているか知れんがな。そしてもう一人は。ウェイ様、ここでしたか。エリオット王がお呼びです。至急お戻りください。なんだろう。わかった、すぐに戻る。よっ、ボーマー。あれ、ウェインさん、どうかしたのっけ。楽しんでる。うーん、まあどんなもんかね。俺ってローランディアのものじゃないっけ。なんか馴染めないっていうか。バーンシュタインとローランディアは違うってこと？俺の生まれたのはブローニュ村っていうところさ。この喋り方でもわかるだろうけど、いわゆる田舎なわけ。だからこんな都会だと何をしていいか迷っちゃうのさ。だったら一緒にぶらつかないか。まあ、差し当たってすることもないし、いいさ。それにしても、俺話題なんてないしさ。それじゃあ、ウォーマーの故郷のブローニュ村について話してくれないかな。ブローニュ村ね。ブローニュ村ってのは、ある男が孤児たちを食わせるために森を切り開いて作った村さ。今でこそ村で生まれた子供たちが多くなったけど、俺の子供の頃までは孤児の方が多かったさ。ま、俺もその孤児だったんだけどね。それじゃあハンスと同じか。そういえばそんなこと言ってたな。あの子はちゃんと育ったけど、俺は村に拾われてからやっと真面目になれたのさ。村では仕事を強制されなかった。だけど自分の作った野菜を自慢する子供とかいると、俺もって気になるのさ。気がつくと労働の楽しさを覚えていたさ。すごい村なんだな。そういえば、みんなに自慢できる出身者がいるさ。アリオストさんっていう魔法学院の学者さんで。え？アリオストさんが？そうよ。俺もアリオストさんに憧れてなんとか名を挙げようとしたけど、世の中そんなに甘くなかったさ。そんなことはないぞ。俺もウォーマーが手伝ってくれて助かっている。そっけ。なんだか照れるさ。ウェイン様、ここでしたか。エリオット王がお呼びです。至急お戻りください。おお、なんかあったみたいだな。急いで戻ろう。せっかくの休暇だから一緒に町に出ないか。え、いいんですか。私なんかで。他にも親しい方がいらっしゃるんじゃないですか。俺は君と一緒にいたいんだけどな。ひょっとして迷惑。そんなこと。だったら行こうよ。はい、喜んで。こうやって街を歩くと実感するわ。何を？時代が変わってしまったことを。私が生まれたのが200年も前だなんて誰も思わないでしょうね。寂しいの？ちょっと前までは寂しかった。目を覚ますたびに1年が過ぎてる。自分がどんどん取り残されていく気がしたわ。友達と呼べたのはセレブだけ。ありえた。そういえば10年前に一人だけ小さなお友達ができたわね。ひょっとして俺？そう、
あの時のあなたとの出会いには感謝しているわ。感謝？私、それまで目覚めが嫌だったの。さっきも言ったけど、自分が取り残されていく気がしたから。だけど、あなたと遊んだあの3日間のおかげで目覚めが待ち遠しくなったわ。1年のうちのたった3日でどこまで他人と知り合えるか、その楽しみを知ったから。いろんな人がいたわ。みんないい人ばかりだった。だから今回、私ではなくゲーバスとして目覚めた時は怖かった。私もベンツェルのようになってしまうと思ったから。ベンツェルのように？ゲーバスの魂をグローシアの体内に封じなければならないと知った彼は自らの肉体を差し出した。民のために命を張るからこそ王なのだって。その言葉に感動して私も一緒に志願したの。だけどその後、彼は徐々に変わっていった。圧政を強いて人々を虐げていった。自分もそうなってしまうかと考えたら怖かった。そこで睡眠カプセルに入った。一人で、ずっと一人で耐えていたんだね。かわいそうなアリエタ。でも、あなたが救ってくれた。夢の中で何度も見たわ。こうやって街の中をあなたと笑いながら歩くの。アリエタ。どうしたの、ウェイン。アリエタ。俺。ウェイン様、ここでしたか。エリオット王がお呼びです。至急お戻りください。何かあったのでしょうか。らしいな。急いで戻ろう。ってことは、もう200年以上生きてるってことか。そうだ。私の親はあっちの世界で生まれた。私はこっちで生まれたのだがな。他に仲間はいないのか。いない。こっちでは唯一の種類となった。そこでグローシアンに捕らえられ、実験に使われることになった。それを助けてくれたのがアリエータだった。アリエータ。優しい娘だった。すまないセレブ、俺が。自分を責めるな。我々は彼女の思い出をなくさなければ、彼女は我々と共にある。ウィン様、ここでしたか。エリオット王がお呼びです。至急お戻りください。急いで戻るぞ。